それでは今日の動画ですね、ジャズサックス、浜崎渉くんとですね、黒田和志対談1位ということですね。浜崎渉くんってっていうことですね。まあ彼は本当に今はね、東京で東京ジャズも出てるし、まあね、リードナーバンドでね、東京ジャズ出たりとか、まあ、ポップスのね、サポートもいっぱいやって、オフィシャルヒゲダンディズムとかね、めちゃいいバンドの、サポートとかもされてますが、彼と、まあ、ジャズの黎明期、最初の頃の、まあ、ジャズの始めた人の話と、まあ、彼にとっての最初のジャズの披露。やっぱ入りってね、ジャズって、サックスからするとこう、音色悪いよね、みたいな話を二人でしててね。だからこう、最初はわかんないみたいなね。で、クラシックとか吹奏楽から入った人からすると、まあ、この辺が鉄板なんじゃないかなっていう彼のヒーローと、その、おすすめ、彼なりのおすすめアルバムを一枚紹介しております。それでは最後まで動画を楽しみください。はい。では、今日は浜崎渉さんに来ていただきました。浜ちゃんの自宅のスタジオ。はい。私の家の地下スタジオでございます。リハーサルやら、レッスンやら何でも。一度お邪魔してますけど、ドラムは、ね、グレッチのめっちゃいいやつ。はい。こだわりのラウンドバッジでございます。すべて楽器材、こだわってるよね。やっぱり、もう、いろいろ見てきて、うん、だから中途半端なやつ買ってもしゃあないかなっていうふうになっちゃって、うん、で、やっぱいい楽器だと、上がるじゃないですか、気分が。気分がね。例えば、うちにドラム叩きに来てくれた人とかも、うん、あ、これ、なかなか叩けないとか言うのがいいな、みたいな、うん。で、僕自身もやっぱり、ドラムの音がいいと上がるんですよ。うんうんうん、で、僕すごい録音の勉強とかしてた時に、うん、まあ、50年代とか40年代、50年代、60年代とかのいろんなレコード聞き漁っていくうちに、うん、やっぱそのドラムセットの音の違いとかが、うん、すげえわかるようになってきちゃって、ね、うんうん、で、やっぱこれヴィンテージグレッチ全然ちゃうわってなったんですよね。たまたま出たんだよね、多分言ってたもんね。そうなんですよ。まあ、で、ヴィンテージグリッチってすごい高いじゃないですか。うん、それが、すっごいお値打ちなのが、またいいタイミングで出て、うん、で、まあ、広瀬淳二さんとか、うん、海野俊介くんとか、まあ、いろいろ、僕の周りのドラマーのアドバイスもあって、それ買ったんですよ。うん、ね。うん、あれはなかなかないよね。俺も欲しいわ。みんな叩きに来たら喜んでくれてます。ね、うん。まあ、素晴らしいこだわりの、一応、スライド的には浜崎渉くんということですね。もう10年、まだこれ10年以上前な。10年以上前 ?10 年以上前だと、それ30ちょいぐらいかな。でもなんか雰囲気あんま変わんないけどね。まあ、一応中身は一緒ですけど、中身劣化してるかな。ご本人ですからね。はい。中村獅童に出るよね、いつも。ああ、よく言われるっすね。中村獅童とか、なんだっけ、俳優の、なんだっけ、忘れちゃった。うん。なんかの息子。誰かの息子？なんだっけ、うん。まあ、みんな誰かの息子なんだけどさ。まあ、それそうなんですけど。よく言われるんだよな、うん、まあまあいいや。うん。まあでも、もともとはね、もともと九州出身でしょ？長崎です。長崎出身で、お医者さんの息子さんで。ああ、そうですね。親父、耳鼻科医ですね。耳鼻科医なんですね。はい。うん。で、まあ、名古屋の、医学部に入って。そうですね。名古屋市立大学行きましたね、医学部に。ね。すごい頭のいい学校入って、本当にインテリジェンスなアホだよね。インテリジェンスな、ドアホですね。本当だよね。まあ大好きなんですけど、そういうとこが。で、そう。だからもう学生の時から知ってるから、浜ちゃんは。そうっすね。もうだから、黒田さんと付き合いもう20年以上っすよ。20年以上あるね。うん。もうすごい印象的なのがさ、浜ちゃんが、いや、今日大阪行ってきて黒田さん見てくださいよって、こう、山城信号って書いた T シャツ見せて、いいでしょ、これって覚えてない？覚え。そんなアホなこと言ってましたっけ、俺。山城信号って書いた T シャツ買ってきた。分かった、思い出した、そうだ。まあ、そういう、こう、お茶目なアホ T シャツとか買ってきて見せてくれるようなイメージだったんだけど。ああ、はい。で、大学も、途中休学してたっけ？なんか、僕、それこそシアトル勉強行ったりとかしてたじゃないですか。まあ、あの時期は結構休学とかして、うん、まあ、サックス、
ばっか吹いてたんですよ。もういいかみたいな、学校辞めるかぐらいな感じだったんですけど、まあそうっすね。もう最後、いや、俺もなんか相談されたけど、どう思うって言われたときに、まあお父さんが一生懸命こう、なんかお父さんの、こう気持ちを組んであげるんだったら、まあけじめまでつけたらいいんじゃないとか言ったら、そうしますとか言ってすぐちゃんと受かったもんね。まあ、ねえ、大変だったっすけどね。ね、勉強ね。だってさ、あの頃だって浜ちゃんなんかお金稼ぐのにもうめちゃくちゃ仕事しててさ、演奏の仕事。そうなんすよ。だってアメリカもう行こうと思ってたんで、てかアメリカ行く金稼がなきゃなんないから、まあ土日とか結婚式3本とかやってましたよね。結婚式の演奏してて、で、結婚式の演奏しながら、その譜面の代わりに医学書読んでたのが印象的。あ、譜面台に医学書置いてましたからね。みんな、あっけに取られてましたよ。もう、そんなミュージシャンなかなかいないよね。そうっすね。あの時ね、もうきつかったっすよ。もうなんか試験大変なんですよ、医学部。本当も。ものすごい量覚えるんだもんね。ものすごい量ですよ。もう本当に何回血尿出たかも。本当。ああ、そうか。まあ、そんな、で、結局お医者さんのちゃんと資格も取って、一応取ったっすね。ジャズミュージシャンに転落したわけでしょ？大転落ですね。でもまあ今はもう本当にね、モントルジャズフェスティバルも出て、ね、なんかサックスもいい、自分のちゃんとしたバンドもしっかり組んで、ね、俺もよくハマちゃんバンドで読んでいただきますけど。いや、もうそれはまあもう20年来ずっとね、黒田さんとやってきてね、もう CD ももちろんね、リリースしてるじゃないですか、一緒に僕のバンドやっていただいて。まあね、そうですよね。もう本当にいつも頭が下がる思いで、なんか、本当に上手くなってるよね、毎回。オアシス、ちょっと前にオアシスやった時に、あの一番難しい通り抜ける時がさ、まあオアシスって浜ちゃんのね、オリジナル。あ3れ、個とかですよね。3拍子3回の9拍子になってて、で5拍子に戻るとこあるじゃん。ああ、あれっすね、あれっすね。そう。あそこの通り抜け方がめちゃくちゃ、え、こんなことできるんだって思うようなことやってて、ああ、なんかあれ、なんか自然できるようになるっすね、あれのね。慣れてくんですね、人間ってね。まあね、まあエンカウントって一生懸命やってるし、まあエンカウンターのドラマーでも広瀬淳さんで、僕ももう大尊敬してるドラマーだし、まあこの間話したらやっぱりこう、このバンドはもうとにかく、まあなんていうのかな、みんなが昨日と違うことをどんどんアクシデント起こしてくるから、もう僕も頑張ってやってんだよ、みたいなこと言ってて。ね、そう、こう何かこう、昨日と違うことをちょっとやれないかなって、いつもみんなでチャレンジしてるいいバンドなんだって言って、すごい誇らしげに言ってくれたから。一番仕掛けてくるのはあの人だと思いますけどね。まあ、そうだと思います。全然なんていうんですか、うかうかしてるとどこいるかわかんないような ギ本当ミックを叩いてくるんで。そう。この間、なんかね、たくさんで見に行ったとき、俺が見に行ったときとかも、浜ちゃん言ってたけど、黒さん見に来てるから、また今日やばいとか言ってたもんね。ああ、もうあれ、全然3割増しですよ。いや、あの時も強烈にかっこよかったからな。あの時はやっぱいいとこ見せたろうっていうのがありましたね、やっぱまあり。まあ、やっぱでもミュージシャンが見に来てくれると、ね。みんななんかもちろん、一生懸命やるのは変わらないですけど、なんていうか、本気度がさらに上がるんですかね。なんて言えばいいのかわからんけど、あるよね、なんかそういうの。あるっす、あるっす。やっぱ閉まるっすよね、なんかね。いや、一生懸命演奏してないわけじゃないもんね、普段は。普段から全然ないっす、全然ないっす。100%でやってるけど、みたいな。プラスアルファ出ちゃうよね。なんかがね、そうっすね。プラスアルファっすね、完全に。まあそんな自分のバンドもやって、なんか、まあいろんな活動をされてますけど、まあ、浜ちゃんのそのエンカウンターっていうバンドは全部オリジナルだもんね。そうっす。まあ、僕、ジャズのまあ歴史ってね、例えば、カウント・ベーシー楽団とか、デューク・エリントン楽団とかいろいろあるんですけど、そもそもやっぱりみんなオリジナルやってるわけなんですよ。で、プラススタンダードやってきたっていうのとかあって、いや、日本人ももっとオリジナルやったらいいのにって
って思ったんですよ。で、その思ったきっかけっていうのが、僕その若い頃シアトルにね、ジェイ・トーマスと勉強しに行ってたんですけど、向こうで演奏すると、スタンダードをやるよりも、あなたのオリジナル聞きたいって言われることの方が多かったんですよ。で、あ、それは、アメリカはそういう文化なのに、なんで日本はそうじゃないのかなと思って、あ、じゃあそういう風になればいいのになと思って。でも、俺ね、不思議に思ったんです、その時にね。そういえば、でも、日本のポップスって昔から自分たちのオリジナル歌ってるじゃんと思って。例えば、桑田さんとかね、山下達郎さんとか、みんなそうじゃないですか。だったら、ジャズもそうなった方がいいんじゃないかなと思ったんですよね。まあ、それからですかね。まあ、ジャズリスナーっていうのはやっぱりどうしてもこう、ね、古い1950年代の、往年の曲が聴きたいっていうところもあるからね、やっあぱりますね、やっぱね。もちろんいい曲ばっかなんで。り。まあもちろん、僕らもそれやるの嫌いじゃないんだけど、みたいなところね。マイルスも言ってるじゃん。マイルスがエレクトリックやり始めた時に、オールオブユーとかそういう曲聴きたいって言ったら、それはレコードで聴いてくれ、みたいなこと言ってたの。まあ、なるほど。そうでしょうね。まあ自分たちは今やりたい曲ってどんどん進んでっちゃうからね、どんどん。まあ、やっぱそうあった方がいいでしょうね。やっぱオリジナルね、そういう話で思い出してたけど、なんていうんですか、まあ、レベルの低いというか、出来の悪いというか、変なオリジナル聞かされるよりも、スタンダードをやってくれみたいな、まあ、話も理解できるんですけど、僕は稚拙でもいいから、みんなオリジナルやった方がいいと思うんですよ。で、そうやって成長していった方がいいと思うんですよね。やる方も聞く方もね。で、まあ、じゃあその180度対極のことを考えると、じゃあスタンダードやれば喜ぶって言って、あんまり内容の良くない演奏の方が多いと思うんですよ。でもそれって長い目で見たら、ジャズシーンって俺衰退するんじゃないかな、みたいな。だって音楽で大事なのってやっぱり、完璧に演奏することよりも、オンリーワンを目指すことだと思うんですよ。まあ、もちろんクオリティも高くなきゃダメなんですけどね。まあね。自分のサウンドがないとアメリカでは通用しないっていう話よく聞くじゃないですか。そうでね。も俺、向こうに行ってやっぱそれはすげえ肌で感じたし、例えばセレニアス・モンクの演奏を聞くと、そのクラシックピアノをやってた人からすると、あれこの人本当に上手なの？と思う瞬間あると思うんですけど、ねえ、でも、だけど、ジャズの言葉という意味ではもう最高なわけじゃないですか。最新の音遣いとかね。ねえ、あので当も時。あれを、例えば文句の曲を変だから、そんなんじゃなくて、オール・オブ・ミーやってくれよ。じゃあ、あの人はああなり得なかったわけですから。まあ多分、そういうことが大事なのかなって僕は思ってるんですけどね。まあ、アメリカでも、こう、例えば田舎の方に行くと、ジャズだと、まあ、カントリーの曲やってくれとか、ジャズわかんねえからっていう人もやっぱりいたりとか。あるっすね。俺もね、よく日本ツアーしてるんですけど、九州の方行ったら、九州の山の奥の方行ったら、もう北島三郎やってくれとかあるっすよ。そうね。だから、まあ、場所にもよって、まあ、都会だとジャズ結構許容があるから、こう、特にヨーロッパの人とかは新しいものに対してすごくめでてくれるけど、やっぱりこう、自分たちの理解ができる、理解できないっていうところ以上のものをちゃんとね、聞いてくれるけど、ただその田舎の人だとそういうのが、やっぱりこう、文化圏がやっぱり高くないと、どうしても自分たちが知ってる曲とか、なんかもうジャズの場合は演奏で早く吹いたとか、高い音が出たっていうところでしか理解ができない人ってやっぱりいっぱいいて、みたいな。で、やっぱりこう、日本でもポップス聴いててもそうだと思うんだけど、やっぱりこう知ってる曲をみんなで一緒に歌うっていうのが好きでコンサート行く人多いから、まあ、ジャズってそれとは全く対極じゃん。聞いたことのない音列を探してるわけだから。だから、聞いたことある曲をみんなで歌おうっていうのとはまあ対極にあったりとかするんで、なんかその音楽の考え方がだいぶ違う気は僕はするんだけどね。
でもそれって例えば、エリントン楽団はその昔、まあすごい高い芸術性と大衆文化の両立してたと思うんですけど、あの楽団ってエイトレインとかやるとお客さんみんな大喜びだったわけじゃないですか。でもエイトレインってもちろんビリー・ストレインホーンの書いたあの楽団のオリジナルじゃないですか。いや、ジャズもそうなり得るはずなんですよ。まあそうなんだよね。絶対なり得るはずなんです。だから、なんかちょっと途中からそうじゃない方向に行ってしまっただけのことで。まあでも本当に興味。でも浜ちゃんも今でこそそれだけど、一番最初のジャズ聴いた頃っていうのが、まあ好きだった。最初のフェイバリットがスタン・ゲッツ。そうですね。僕がサックス吹き始めて中1ぐらいなんですよ。で、やっぱ吹奏楽からスタートしたんですけど、僕の親父がね、すごいジャズが好きで、まあ、家にすごいステレオあって、レコードがたくさんあってっていう家だったんですけど、まあ、最初これ聴けみたいないろんなもん聞かされたけど、全部あんまりなんかピンとこなかったですね。音が汚いと思ったんです、まず。まあそうね。だけど、その中で、ゲッツだけは、青と綺麗だなと思ったんですね。なるほどね。そう。だから、最初、多分ね、あらゆる、僕、なんですか、吹奏楽上がりとか、例えば、東京芸大出ましたとか、クラシックの人たちとか、今教えたりすることあるんですけど、やっぱ、ゲッツが一番みんな、あ、いいんだ。とっかかりやすいんですよ。で、もちろん楽器がうまいのもあるし、音綺麗なのもあるし、まあ、やっぱり、なんていうんですかね、いろんなジャズ知らない人からも入りやすいんじゃないかなと思いますね。いいや、ね。いいアルバムを、これ、浜ちゃんおすすめのが、このアニそうバーですサね。リー。ちょっと新しめだけどね。これね、あれなんですよ。87年って言うと、まあ、あの時はデジタルレコーディングになって、まあ、これ確かヨーロッパの、モンマルトルかどっかの録音だと思うんですけど、やっぱり録音ってスイスとか、ドイツとかってすごい進んでるんですよ、技術が。まあ、デジタルレコーディングもそうで。で、これまあ、録音も素晴らしい、メンバー素晴らしいのまあ、もう、絶好調の、そうだね。一枚なんですけど、まあ、僕、やっぱり個人的にはスタン・ゲッツとケニー・バロンの相性が素晴らしいと思うのと、あとドラムのビクター・ルイスがこのバンドに与えてるエネルギーの素晴らしさと言ったらないっていう感じの、もう、僕、このアルバム全曲、全部の楽器のソロスキャットできるくらい聴いてますね。そうなんだ。すごいね。でもまあ、録音状態がね、やっぱすごく良くて、さらに内容も秀逸だって言ってたもんね、この辺のそう流れ。ですね。これはもう、まあ、ゲッツって生涯通して100枚近くアルバムあると思うんですけど、もうトップ5に入ってるクオリティですね、これはね。なるほど。素晴らしい。まあ、これ、だから、まあ、今回は、これを。やっぱりさ、最初は、なんか、音汚いって、こう、ジャズサックスの人。昔さ、大森昭さんってサックスの人いるじゃん？ね。昭さんはさ、こう、ミンガスビッグバンド入って、まあ、国立音大入って、で、ジャズ一生懸命勉強して、アメリカに行って、で、ミンガスビッグバンドに入って、で、やっとこの音で、俺の音を見つけたと思って帰ってきて、メンバー、そのね、一緒に勉強してた国立のメンバーとかにサックス聞いてもらったら、お前音悪くなったなって言われたらしくて まあだから、ジャズでこう深いなと思って、いいなと思って出してる音が、クラシック勉強してた人から聞くと、やっぱりちょっとこう、なんていうのか、汚い音に聞こえちゃうのかな、みたいなのが。まあ、ありますね。ね。だって、ショーターとか最初これ、浜ちゃんも言ってたけど、あんまり上手いとかどうかわかんないと思ったもんね。かなり、ちょっと理解できないと思います、最初は。ねえ。まあ、わかるようになってきたら最高なんですけどね。そうですね。大丈夫かなって最初思うと思いました。なんで、大丈夫。ロリンズなの？ロリンズは。いや、ロリンズはですから、サキソン・コロサスとか、いわゆる、まあ、50年代とかももう神ですね。楽器うますぎるんで。ああ、まあそうね。つかまあ、楽器はロリンズが一番うまいかもしれないですね。音的にはどうなの？やっぱり最初入りにくい。
ロリンズなんかは。いや、サキソン・コロサスなんかも最高だと思うんですよ。うん、あれだからすごいね、やっぱり、めちゃくちゃ、まあ、すべてにおいて出来がいいじゃん、あれ。もう、あれはもう、ジャズ史上最高のアルバムだと思いますね。ね。ドラムの、はい、あの、考え方とかも、めちゃくちゃあれ面白いんだわ、あれ。最高ですよね、マックス・ロジ。うん。まあ、それはまた、来週お話ししていただきたい。はいはいはい、今回は、浜崎渡くんの生い立ちと、どういう人だったかということですね。浜ちゃんはだから自分でも YouTube やってて、なんか、ちょっとリンク貼らせていただきますけど。ああ、はい。あの、まあ、僕のスタジオで撮ったやつとかあるのもね。そうですね。あの、まあ、僕であるとか、うん、僕の周りのミュージシャンを、うん、まあ、ちょっとあの、ライブであったりとか、まあ、僕のスタジオで収録したりとかして、うん、まあ、皆さんにご紹介する、まあ、細々とやってる、まあ、あれなんですけど、うん、まあ、ちょろちょろ見ていただけたら嬉しいかなと思いますね。ねめちゃくちゃ音いいよね。素晴らしい。うん、あったと思う。そうっすか。ありがとうございます。まあ僕もちょっと録音の勉強とかいろいろしてるんですけどね。うん。ぜひ、なんかね、こう、いっぱいやっぱりこの YouTube ってたくさんコメントもいただけるんで、なんか知らないことを教えてくれる人も多くて、非常に面白い、あの、メディアだと思うんですが、はい。まあ今回はですね、本当あの、サックスの、こう、なんていうの、歴史というか、まあ、どっから聞いたらいいのみたいなところが、まあ、僕はいつも YouTube でやってるんですけど、うん、あの、やっぱ浜ちゃんみたいなサックスのスペシャリストから見てどういう風に見えるのかなとかっていうのをやっていただきたかったんで、今日はもう浜ちゃんの人となりと、どういう経歴かということと、浜ちゃんのとにかくこう、今のおすすめのゲッツのね、おすすめと今週そういう話させていただいて、来週からはそのちょっとこうジャズ黎明期の話からモダンジャズの話とかやっていこうかなと思います。はい。じゃあ今日はありがとうございました。楽しみにしてます。ありがとうございました。はい、今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなっていう方はぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますのでよろしくお願いします。このチャンネルではドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あとクラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あとジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ歴史とか、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。